4周目、まずは7番の石丸、この動きを察知した武田がまず抑えていく。9番鈴木健太郎が武田ラインの後ろに乗り換えます。出入りが激しくなるか。9番の鈴木が難関勢で4周2コーナー、武田が叩いてその上を叩いていく。そして2番の柴崎利光がスーッと外から4番で決める。いや、そのまま一気に攻めていきます。そのままジャンの3コーナー、2番の柴崎利光、笠松を連れて2車でも果敢に逃げるか。鈴木健太郎が3番手、武田と行きが6番手、早めの反撃。石丸はこの武田の動きに乗っていきます。最終ホーム一気にロングスパート、6番手から武田の動きロングマクリーだ。そして石丸がこれに乗っていく。3番手バッティング、2番と柴崎と7番石丸、その勢い間髪で7番の石丸まくる。3番武田、武田とそして石丸もがけ両者7番、これを今度は後方から9番の鈴木健太郎が大外大まくり。4コーナーが直線だ。3番武田先頭、3番武田、外から1番大塚圭一郎だ。1番9番5番あたりか。3番武田、外から1番大塚圭一郎、大塚